テクノスーパーライナー A 線形、希望展示保存されていたテクノスーパーライナー回線形、疾風テクノスーパーライナーとは、旧運輸省が中心となって計画し、最新の船舶技術を使用して建造された高速船の総称である。実験船が2隻、実用船が1隻建造された。従来からの輸送機関として航空機と船舶が挙げられるが、航空機は、 速度は速いがコストがかかり、船舶は大量輸送が可能だが速度は遅い。そこでこの二つの輸送機関の中間的な輸送機関として構想されたのがテクノスーパーライナーである。1989年から運輸省の指導のもとに国家プロジェクトとして研究開発が始まった。次世代船舶の研究開発の一環として民間の技術力を統合し、研究開発を 総合的かつ効率的に推進するために、高工業技術研究組合法に基づき、同年7月、テクノスーパーライナー技術研究組合を設立し、5年度までの5か年計画で、テクノスーパーライナー93の基礎研究に着手した。同組合には、石川島張真重工業、川崎自由工業、住友重機械工業、日本鋼管、日立造船、 三井造船、三菱重工業の7社が参加、日本船舶振興会も支援を行った。国内輸送だけでなく東アジア地域との国際輸送も視野に入れており、研究開発目標は、速力50ノット、最下重量1000トン、航続距離500回り以上、箱4から6メートルでも安全に航行できることとされた。実験船は2種類建造され、一方は、 TSLA 船形と名付けられ、浮力とホバークラフトのような空気圧力によって浮上する。研究船は実用船の想定サイズの半分で飛翔と名付けられた。もう一方は TSL 海船形と名付けられ、浮力と水中翼の揚力によって船体を海上から浮かせて高速運航を目指した船である。こちらは実用船の6分の1の大きさで建造され、 疾風と名付けられた。その後、1995年まで TSLA 線形、飛翔及び TSL 回線形、疾風を用いた実海域での公開試験も行い、性能としては開発目標をクリアした。しかし現在のところ、一時的に民間航路に就航したことがあるものの、燃料費など航空機並みの運用コストがかかることも、 あって民間利用のめどが立っていない。空気圧力式複合支持線形と呼ばれる空気浮上型の総動線である。二つの船体間の空間にディーゼルエンジン駆動のファンによって空気を送り込み、その圧力によって浮上する。推進装置はガスタービンエンジンによるウォータージェット推進。イギリスでは同様のシステムで浮上するフェリーがドーバー海峡に就航していた。 実験船、飛翔の設計、建造は、三菱重工業と三井造船の共同による。1995年7月から11月10日にかけて、総合試験が行われ、長距離航行の安全性、船体及び機関の保守性、二役の高速化などが評価された。総合試験では、国内各地の33校に寄港、コンテナのべ107校を輸送した。 気象は、静岡県が防災線として購入し、希望と解消され、1日1往復の清水港、下田港を結ぶカーフェリーとしても利用されていた。しかし、原油価格高騰の影響を受け、報道によれば燃費は、軽油1リットルあたり8メートルの燃費が災いして2005年11月に運行停止、2006年3月に廃止となった。2006年4月以降は、 横浜港に1日あたり10万円で経流され、売却先が決定しない場合は解体されることとなった。後に、静岡県知事の石川義信は、三菱重工業と結んでいたエンジンのリース契約を解除することで合意、希望の配線が事実上決定した。エンジンリースは途中解除で、違約金が発生した。その後、売却先を探していたが結局売却先は、 決定せず、軍事転用の懸念などから、静岡県は廃線を決定し、製造元である、三菱重工業に随意契約により解体を依頼。解体費用は9億円とされていたが、県は鉄くずなどのスクラップ資源の売却益を差し引いて、プラスの収益を得た。三菱重工業は、校内での解体を行わずに、産業廃棄物処理業者に4000万円で売却した。ただし、 技術流出を防ぐために引き受けた解体工事を丸投げした経緯などについては一切の説明を拒否している。揚力式複合指示線形と呼ばれる全没型水中浴船である。かつて米海軍で研究されたモデルで没水体の浮力と水中翼の浮力によって船体を浮き上がらせる。実験船、疾風で各種の実験を行ったが構造上、 挙動が不安定なため失敗に終わった。実験船、疾風の設計、建造は、川崎重工業、石川島張間重工業、住友重機械工業、NKK、日立造船の共同による。疾風は、実験終了後、神戸海洋博物館で展示されて、いたが、2016年11月に解体撤去された。実用船の一隻目は、先に実験船、 飛翔にてデータを検証し建造された TSLA 型船で、海上での速度は40ノット近い時速約70キロメートルの航行を可能としており、アルミ合金製としては、世界最大級の超高速化客船として運航される予定であった。船名は、一般から公募し、東京都知事、石原慎太郎の乗り子夫人により、スーパーライナー小笠原と命名された。 会場試運転では42.8ノットを記録した。当初の運行は東京小笠原航路が予定され、片道約25.5時間かかるところを約16.5時間に短縮し便数も年間92往復に増やすことができるなどのメリットがあるとされたが、契約後建造中の2005年に原油価格高騰の影響を受け、軽油を使用する TSL は一度の往復にかかる。 費用が2500万円近くとなることが判明したことから支援を予定していた東京都が撤退して国土交通省も撤退した運行会社の小笠原海運は公的な支援を受けられない場合は運行しても半年で会社が倒産するとして TSL の受け取りを拒否した TSL を保有するテクノシーウェイズは 小笠原海運に対し契約不履行による損害賠償を求めて訴したが、小笠原海運側は TSL はコストが高いため国の支援が受けられなければ経営が成立しないことは最初から国土交通省は承知していたはずであるとして全面的に争った。判決では公的支援なくして船舶の引き渡しは不可能であったことを認めた上で、 小笠原海運に20億円の支払いを命じている。TSL の運行により時間短縮及び増便をなすことから本土との往来が活発になることが期待され、東京都や国土交通省も利用者が増加するとの資料をもとに説明し、宿泊施設の増設など島側の受け入れ体制を整えるよう求めたが、就航が白紙になったことから島側には施設増設などの 経済的負担だけが残る結果になった。同線は運用予定がないまま宙に浮いた形となり、デモンストレーションや災害支援などを除き、建造所で岡山県玉野市に位置する三井造船玉野事業所に係留されたままとなった。2005年11月の一部報道によると、在日米軍再編により、グアムへ移転する予定のアメリカ海兵隊の高速輸送艦として、 TSL を転用する案が検討されていたが、実現しなかった。2006年6月27日に、国土交通大臣の北川和夫が、和歌山県日高港と淡路島の間を往復する試験航海に試乗し、時速80キロメートル以上での安定した航行について、様々な方向で活用したいと語り TSL のアピールを行った。その後長らく経由されていたが、 2011年5月17日から31日までの間、東日本大震災で被災した宮城県石巻市の石巻港に停泊した上、被災者に無料で1回あたり、最大181人、延べ2400人程度を受け入れ、1泊2日でバイキング形式の夕食及びシャワーなどを提供する支援活動を行った。 支援活動終了後は再び玉野に経流されていたが解体を前提として売却されることが決定し2012年3月までに引き渡しのための契約を行うとした後に開港され少なくとも同年6月以降は江田島にある古沢の解体場に形成され2016年3月時点では外見に変化はないが内部から解体を行っている 2017年8月に解体を終了した。TSL の保有、管理会社であるテクノシーウェイズは2013年7月10日、東京地方裁判所から破産手続き開始決定を受けた。負債総額は154億円であった。ありがとうございます。